やみです、今日はですね、みーちゃんとデートデーということでですね、初詣に行きたいと思います。初詣って言ってもちょっともう1月末にはなるんですけど、三社参りいいって言うやん。だけどそんな感じでちょっと三社参り的な感覚で、初めてではないんですけど、少し入ってね、なんですけど、ちょっと福岡の神社には行ってないので、福岡の神社に行こうかなと思います。今日寒いんですよ。もう日本に寒波がさ来とるみたいな。で、昨日も大雪警報が福岡に出とってさ、今日の朝大丈夫かなと思ってたんですけど、意外と大丈夫でしたね。まあ、でも気温は寒い。体感的にはもう1度2度ぐらいじゃないかっていうぐらいなんですけど、意外と6度あるらしい。風がねあるけんね、割り寒いけど。でも天気良かったけん、まあ、今日行けるなと思って。やっぱドライブ日和ですよ。最高。今日ね、息子とね、おそろコーデしてるんですよ。サムネにもあったかなと思うんですけど、おそろコーデしてお出かけ。初めておそろコーデとかする。嬉しい。寒いけんさ、ようやくこういうモコモコ系着れたっていう。なんかさ、日本おかしいやん最近気温が。だけど年末年始あたりも気温が高くて、ニットとヒートテック着とけばダウンいらんじゃないっていうぐらいのもんでやったけん、ようやく寒くなって、あ、この方は出るという感じですね。あ、ここの神社、今日行く神社、愛宕神社って言うんですけど、まあ、私も何回か行ったことあって、夜とかも夜景がめっちゃ綺麗な感じの場所なんですけど、そこさ、福岡で一番古い神社らしいって調べてるから、すごくない？知らんかった。知らんかったよね。歴史のある神社らしいです。いやー、でもね、駐車場から割り階段登っていかないかって、やっぱ景色がいいだけあって、結構高いところにあるんで、だけんさ、ちょっとそれが息子を抱っこしながらっていうのが、あの、今日は妹のミッション。妹ダイエット中やけんね、ウェイト欲しいんやろ、うん、ウェイト欲しいウェイト欲しいんだ。そう、だけんまあきつくなったら交互にっていう感じでね、交代しようかなと思うんですけど、まあ、妹ちゃんいつもなんか抱っこひもとか結構してくれて、普段からウェイトが欲しいって言ってダイエットまでやってくれるので、今日も挑戦するということで、ちょっと不安なんですが、階段かなり多いので、そういう様子とかもね、いろいろお届けできたらなと思います。久しぶりに神社とか行くけど楽しみかも。こう福岡で結構ね、初詣は太宰府天満宮に行ったりすることが多くて、基本的には太宰府の、うん、まあ、てかなんか神社に行くってなったら太宰府天満宮に昔から行ってるんですけど、愛宕神社もね、すごいいいところなので、久しぶりに行きたいなと思って。なんか今日天気もいいしさ、昼の愛宕神社ってしかも行ったことない。でも神社って本当は日中行った方がいいわけやん。そうやね。でも景色が綺麗やけんな、あそこね、うん、夜景がね。ただ難しいんよ、道が。なんか途中曲がり損ねるんよね。なんかツイッターでさ、話題になっとったんやけど、フジロク乗ってる方が3速に入れた時に2速にこうやるやん。2速にやる時にこう軽くこうやったら引っかかるみたいな、入れづらいみたいな、こうちょっとこうしてこうせな入れれんみたいな、いうことがなんかバズってたんですけど、でも確かに私も分かると思って、なんか3速から2速入れるときなんか引っかかりが感じられる。力入れすぎとか、逆にこううまい具合にね、私がちょっと運転がまだ初心者って言ってもいいのか分かんないんですけど、こういうのでちょっと、まあ、うまく入らないのかなと思うんですけど、まあ、でも逆にそのうまくスコって入らない感じが操ってる感じ楽しいけどね。でもなんかそういう議論がされてて、まあ、でも本当に確かにって思って、私もツイッターで書いてたんだけどさ、5入れてるときに4に入れようと思ったけど2に入っちゃうと気合い入れすぎて、そうだから基本的に私も2に下げるときは3からこうしてこうするんですよ。だけどさ、そういう議論されたときはもっとあるんだとか思いながらも、でもさ、マニュアル車によって全然違うよね。なんだろう、バグってなったりしてクラッチに悪いっていう風にも言われたんですけど、でも、まあ、別にそんなしょっちゅうやるわけじゃないけど、でもなんかそれのコツとかあれば皆さん教えてほしいなっていうね、あるあると思う方もいらっしゃると思うしさ。でも86乗りだけじゃなく BRZ もまあ確かにあるあるって思う人も結構いたと思うんですよね。結構そういう意見とかもあって、難しいよね、やっぱなんかこうスッといかないっていうか。でもそれが逆に私はなんかこの BRZ とか好きなところであるんですよね。ここからちょっと山っぽい道を登るんですよ、山道。でも運転うまくなりたいからな、ほんとコツとかあれば皆さん教えてください。私はまだまだマニュアル下手っぴなんで、わー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 。
なんかすごい今頑張ってる音が頑張ってる音がしましたね。いやちょっとさ、あんまりこれあれよ、5足6足に入れたらこのスピードじゃすごいガク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 ってなるんだけど、まだヒール&なんとかみたいなのができんけんさ、うん、それをさ、2代に教えてって言うとどうだよ、このコツをこうブイーンってやるかっこいいやつ、なかなか、ね、教えてくれんと、特殊なやり方で本人はやってるらしい。え何それ、その魔法教えてって感じなんですけど、でもさ、うまくさ、回転数を合わせてとかできたらもっとスムーズに気持ちよくさ、できるわけやん、こうシフトチェンジも、うん、それが私うまくできんけん、登りようときもええんというようなとこに、いいよよくないんですよ、本当はそれは車には優しくないんですよ。まあ、前なんかほら、なんかちょっと今からどこ行くんだいって感じじゃない、ワクワク、どこ行くんだいワクワク、あー、鳥、あ、ここです、あ、貸し切りレベル1、やったー、おーテンション高、タワー見えます、そういう景色もちょっと見せたいな、いいねバックもね、たまに入らんときあるけどね、なかなかね、やっぱまだ下手っぴなので、ちょっと皆さん本当にマニュアルのコツを教えてくださいね。やっぱね、一から教習所でマニュアルの免許を取るためにこう習った人とはまた違うよね、限定解除だと、どうしても、うん、到着しました、イエーイ、熱海神社、ブッブーだよ、ブッブー、すごいじゃん、サイドブレーキ行くの、出発前にちょっと寒すぎたので一旦温まり中、ブーってブーブー何それ、おしゃべりね、うん、もう駐車場の時点でめっちゃ景色綺麗だから、あっちにタワーが見えます、じゃあ行きますか、ゴー、お邪魔します、よし、今からスパルタの来るよ、スパルタの階段が、妹頑張ってます、山壁、山壁頑張れだっこ紐とこういうのつけて寒さ対策をしてます、めっちゃさ、お腹もっこりしとる人みたい妊婦さんみたい、まだまだあるよ、いける、もう一人なのに息切れないやつ、手を清めな、冷たい、凍っとる、よし、さすがに寒すぎる寒いね、風がやめば寒くないんやけど、風が寒いと結構上に来ました、あっち景色がめっちゃ綺麗やけん、すごくないこれ、夜景ぐるっと、夜は夜景が見えるとよ、日中でもやっぱいいね、全然綺麗、今日天気いいけん、まだでもちょっと雨雲っぽいかな、暗いね、景色いいね、富士山、ほおずきんちゃん、ほら、お馬さんだよ、お馬さん、パカラパカラだよ、パカラパカラじゃあお参りしますか、はい、私はおみくじを来ました、普通の、来ますよ、パン、お、吉、吉、お、なんかかわいい、柔らかい風が南から吹いて棘の目を育てる、温かい親心が紅白組、お、家庭円満となって運気が上昇する、めっちゃいいやん、めっちゃいいやんか、しかもなんか親心が紅白組とかさ、うん、これ私に向けてるさ、そうやね家庭円満だよ、やったー、で仕事は順調に回転するが、がむしゃらに過ぎるとつまずく、おらず誠実な対応を心がければ交際は確実に一歩前進する、学業も長いスランプから抜け出す、金運も好調ということで、まあ、とりあえず大風南よりして彼の極真を吹く、はにゃ難しいけど、とりあえず夫婦円満とかいろいろ書いてるので嬉しいです、夫婦の家族円満ね、温かいこう親心を持ってそこいいね、育みます、はい、めちゃくちゃエネルギーチャージされました、最高ですね、やっぱいいね、こういう神社とかこういうとこってほんと落ち着きます、
そんな感じで今からまたピーちゃんに乗ってドライブがてら帰ろうかなと思います。はい、今坂を降りてきました。いやー、めちゃくちゃなんかエネルギーチャージできてリフレッシュできましたね。最後あったかいシートヒーター神、しかもなんか歌を歌ってるようです。リレーさんはマレーシアなのでこっちの気温とは真逆で暑いらしいんですよね。こっちはめっちゃ寒くてなんなら雪降ったのに向こうは暑いっていう真夏みたいなね、温度差がすごいですね。あ、タワー近いね。近い。ここら辺も海があっていいもんね、景色が。今回の動画の BGM 剣でいい、うなり声いらん、もう息子のうなり声があるけん、これがもう BGM です。今日なんかね、なんかあれよね、九州もさ旅したいよね。もうちょっと県外とかさ全然行けてないけん、もうちょっとなんか温泉旅行とかもだけど、なんかちょっと軽くお出かけスポットみたいなとことかさ、お出かけしたりとかねしたいんですけど、なかなか冬だとね寒すぎて。でもね、そういうところもいろいろ行ってドライブしたりとかしたいなって。行ってほしいとことかあったらぜひリクエストお待ちしております。そんな感じで今回も皆さんご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と、あとリクエストとか発想だったりとかいろいろ何でもかんでもよろしくお願いしますそんな感じでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。